高円寺トランポリン店主トラです。トラのソロ回トラエロインジアースエピソード 57.5 になります。この収録をしている日は、3月5日で、この直前は、ポッドキャスト番組まんじゅうラジオをやったり、バンドお化け枕に所属してる朝門と2人で久々に飲んできての帰りなんで、ちょっとほろ酔いの配信になりますのでご容赦ください。そして今回は3月3日に行われた、僕トラが主催するイベントマイワールド2024のことについて話します。よかったら聞いてやってください。そして来ていただいた皆様と、ご出演いただいた皆様本当にありがとうございました。ライブイベントをね、2008年からもう16年なんですよ。一応こういうことを始めて、で、ライブイベントを始めた経緯とかは、なんかいつかどっかのタイミングで詳しく話せたらいいなとは思ってますので、今日はざっくりと話していきますね。まあでもそもそも僕はライブイベントを始めるにあたって、カメラマンという仕事をたまにさせてもらっている上で、ライブイベントの撮影とかもさせてもらってて、なんか自分が、好きな人たちを一斉に呼んだイベントやれば、もう、なんか、いろんなイベントで好きなミュージシャンを撮るより、好きなミュージシャンばっかり出るイベントを作ったら、なんか、めっちゃ楽じゃんみたいな、結構そんな発想でスタートしたところと、常々言ってる一番大好きなミュージシャン林玲奈さんが、なんかこういうイベントとかやりたいんでしょうねって言ったら、なんか、もうやればいいじゃんって今日背中を押してくれて、それで始めて一応16年続けさせてもらってますね。で、今回マイワールドというイベントは2012年から始めて、まあ、これ結構ね、間が空いてるんですけど、でも、それで言うと2012年に初めてマイワールドというイベントは、最初に、あたぎくんという、今はオーサムシティクラブで活躍している、紅白も出た方が最初の会に出てくれたんで、箔がついてもらって、本当にあたぎありがとうという感じでやらせて、もらってますね。で、2012年っていうのが僕が30歳になった時で、で、その20代、26歳からライブイベントを始めて、もう本当初期って年に10本くらいイベントやった時期とかあって、本当に今思うと本当狂ってんなと思ってやってたんですけど、その時って僕、風太郎という名前で写真やイベントの活動をしていて、なんかどっちかというとちょっと主催者として目立ちたいみたいな、出しゃばりたい欲が強くて、ビキンビキン時代っていうのもあって、それもあったからなんか、結構最後に急に出てきて歌ったりとか、歌もうまくねえのに、とかそういうのをやってて、それを30歳までやってて、30歳になってから、まあ、本名服部篤って言うんですけど、まあ、自分の名義で、なんか、イベントは続けるけど、あんまりこう、出しゃばらずにやりたいっていうことで、発起したイベントなんですよ。マイワールドっていうイベントが。なんで、このイベントに関しては、もう司会とか、もう昔はしてたんですけど、特にせず、もう、基本的にミュージシャンの人にライブをやってもらって、スッて終わるみたいなイベントをやりたいなって思って始めたイベントで、それの2024年版になりますね。だから、本当僕はこの日は、最後ちょっと挨拶だけさせてもらったんですけど、他に別に出しゃばるところもなく、本当に淡々と主催業を続けれるって意味ではすごく気が楽なイベントではあったんですよね。で、自分が本当に好きな人たちしか呼べてないので、もう本当に楽しく、できたらいいなと思って、当日挑みました。で、マイワールドというイベントの趣旨というのは、一応これ出演者の人にも送っているんですけど、ステージはそれぞれのステージがマイワールド、たくさんのマイワールドが集まり、また新しいマイワールドにつながれ、様々なジャンルの音楽や表現が集まるイベントにしたいと立ち上げた企画ですと一応送ってます。なんで本当にもうステージでパフォーマンスする
皆さんがマイワールドを出してくれる人たちを呼びたいなって思って、企画したイベントで、そうですね、それをで今回、久々にやらせてもらいました。マイワールド、2012年にマイワールドというイベントを始めて、そこから7年空いて、マイワールド2019というイベントで久々に再開して、阿佐ヶ谷のマンホールネクストという、もともと同じ箱の前身のネクストサンデーっていう箱で僕はずっとイベントさせてもらってて、それこそエバーグリーンという2丁目でやってたお店から今のトランポリンになる間の半年も曲がりで営業させてもらうくらい関係性が深いとこだったんですけど、店長の事情でお店を辞めてしまって、でそこから違う経営になって、スタンウェイというピアノが置いてある結構素敵なライブハウスで、そこで2019年に久々にマイワールドをやって、でそれでまたやりたいなと2020年に年1くらいやりたいなと思って、その年号でつけてたんですけど、2020年コロナが始まってしまって、そしてそのマンホールネクストというライブハウス自体がライブやる予定だった日の前に閉店しますという連絡が来て、他の箱を探す協力はしますっていう連絡もくれたんですけど、まあコロナもあったので僕もはちょっとじゃあイベント延期にしますねっていうので、結果2022年まで延期してしまって、でまあ2020年という名義、オリンピックと一緒です、だから2020年という名義で2022年に久々にやろうとした時に、出演予定だった僕のもう大好きな林玲奈さんがコロナに直前にかかってて、でコロナの後遺症がちょっと残ってしまって、やっぱ歌うのがちょっとしんどい状態で、ちょっと出演をキャンセルしたいという連絡くれて、まあマイワールド2020年はその林玲奈さんが出れない状態でやることになって、まあその代わりトラスカにも何度も出ていただいてる阿比古めぐみさんに出演いただきっていう形で、で2022年、ちょっとまあマイワールド2022という同じ年なんですけど、で、やったんですけど、それも、仏滅13という、まあ、藤井天音、余すことなくというポッドキャストをやったり、トライエロインダスカイにもよく出ていただいたりしている藤井天音ですね。あ、これ先に謝りますね。この間余すことなくに久々に出たんですけど、めちゃめちゃ泥酔してて、めちゃめちゃ申し訳ないことをいっぱい言ったっていうので、反省してますので、反省してる理由を知りたい方は余すことなくを聞いてください。で、藤井天音が仏滅13で出る予定だったんですけど、直前にちょっと体調不良になってしまって、出演キャンセルになってしまって、2020と2020には、出演者が全員揃わない状態で、やりました。しかも2022の方も、阿比古めぐみさんに急遽ご依頼して、歌ってもらうことになり、で、仏滅13のサポートギターのムミ君っていう方が、ソロでもやってたので、お願い、ソロでちょっとだけ歌ってって言ってやってもらって、どうにかことなきを得たんですけど、僕の中ではやっぱちょっと結果的に元々の理想とは違うイベントになってしまって、悔しい思いをしてしまいました。で、2023年は、そのマイワールドとイベントはやらなくて、トランポリンという僕がやってるお店のフェスティバルという形でトランポリンに携わる人のイベントをやらせてもらって、それはすごく満足できるイベントになり、で、まあ、久々に2024年3月3日にマイワールドというイベントをまたやりたいってなって、今回は本当に、ちょっと直前にね、ちょっと出演者の方に体調不良の方がいて、もしかしたら出れないかもっていうのも事前にあって、結構、どうなることやらと思ってたんですけど、本当になんとか久々に出演者、公式で出してた出演者が全員揃ってライブ出れるっていうイベントになることができて、まずは本当にそれが良かったです。昔からイベントやってるんですけど、やっぱみんなね、年が上がってきたんですよ。年が上がってきて、だからやっぱ体調不良の人も増えるし、いろんなことがあって、そんな中で今回全員ね、もともと予定してた人が全員出れたっていうことが、僕はもう本当にとにかくそれが一番嬉しかったです。で、出演のメンバーを言っていきますね。オープニングライブという形で出てもらったズン君は、ザ・マンチカンズというバンドで出てもらったことはあるんですけど、で最近ね、高根という、バンドもギターを弾いたりしてて、でズン君は前に多分フラット
トラさんのイベント出たいんでしょうねって言ってくれて、それってでもその元々もう出てくれた後に言ってて、まあバンドのギタリストとして出てくれてて、それってなんかどっちの意味なんだろうなってちょっと内心思ってて、夜行性ナイトという新宿2丁目のアイソトープラウンジでやった、夜行性、夜しか夜遊びずっと迷うという、その夜というテーマのアーティストのイベントで、あのズン君がギターを弾いてたんですね。それでなんかアイストープラウンジってクラブなんで、結構できるライブの範囲がそんなにライブハウスよりは広くないのは分かってたんですけど、その中でズン君のパフォーマンスがとんでもなく良くて、わあすごいって思って、僕そのイベントカメラマンで参加させてもらったんで、打ち上げの時にズン君になんかその話をして、で、あの前なんか言ってくれたなんかトラさんのイベント出たいっていうの、あれってまだなんかその気持ちってなくなってないのっていう話をしたら、あの出たいですって言ってくれたんで、その場でオファーして、あの出ていただきました。なんかソロで弾き語りでボーカリストとしても出てもらうのは17年ぶりだったらしくて、なんか結構本人の中でも結構なんか意味がある今回のライブになったらしくて、それはすごく嬉しかったし、もうズクは本当とにかくパフォーマンスとあの声もいいし、そしてあの、ね、新曲も作ってくれて、まあ、本当10代の頃に作った歌を歌ってくれたりして、なんかね、そう、なんかエモかったですね。エモかったで片付けていいのかな。こう人がライブをやる意味みたいなのを、まあこっちがね誘って出てもらってるんですけど、なんかこの人が今回ライブをやってくれた意味があるのかなっていうのは、僕はね、会場にいながら感じれることができたので、なんかすごく感慨深いステージで、ね、あの最初緊張もしてたけど、後半はどんどんなんか本調子になっていくみたいな感じになってて、なんかそれもあのライブの醍醐味でもあったんで、すごい心地よくて、なんかすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。そして次が、仏滅13ですね。まあ一応マイワールド2022年に出れなかったので、それのリベンジとしてお呼びしたっていうのもありますし、僕のイベント自体に出てもらうのが5年半ぶりとかだったんですよね。で、もともと藤井アンマンでボーカル、ベースに学さん、もう昔からのお友達ですね。そしてドラムに山川という、新宿ナンセンスというポッドキャストもやってる、最近更新してないから寂しいですけど無理なく続けてください。で、山川という、3人でやってたんですけど、今回サポートギターに、ブタキのことムミという名前で、やっているアーティストが参加しました。で、この4人編成は前もねちょっとやったところがあったんですけど、そこはあのアコースティック編成みたいになっちゃってたんで、多分なんか激しくはやれなくて、で今回はもうライブハウス借りたからガンガンやっていいよって言ってマジでガンガンやってくれて、なんかリハーサルでね、リハーサルで本気出しすぎてなんかギターが壊れるみたいなハプニングもあったんですけど、ビリビリっていう歌があってね、で仏滅13ってもともとなんか違う名前だったんですよ。ひらがな表記で大量殺人っていうバンド名で、それが結構まあ物議を醸して、当時ね FM 世田谷のラジオをやってる友達とかいたけど、やっぱそれでは流せないとか、そうなっちゃって結局致し方なくバンド名を変えることになって仏滅13になったんですけど、その大量殺人っていう名前の時代の名残を感じれるビリビリというね、あの歌詞にサビでよくもうサビでもう死ねーって歌うような歌があるんですよね。これは僕の本意じゃないです、今言ったのは。で、そう、それがより狂気さを増したんです、そのサポートギターのブタキのムミが入ったことにより。それが僕が見れてすごく良くて、で、なんか一応持ち時間30分だったんですけど、結構早く巻いちゃって、で、ライブって巻かれてもちょっと困るんですよ。その転換というライブとライブの間の時間が空いちゃうことによって、あんまり焼きすぎると、なんかお客さんもちょっと帰っちゃったりすることもあるので、で、なんか聞かれたんで、ライブの本番中に、なんか巻いていいって言うから、いや、巻かないでほしいって言った結果、そう、ビリビリっていう歌を2回やってくれるっていう運びになり、
なんかそういう対応力とかまあ含めてすごく助かったし、いや僕はもう仏滅13大好きなんで、あの仏滅13の本気を久々に見れてめちゃめちゃ嬉しかったんです。ありがとうございました。で次がゆるくというバンドですね。これも直近の余すことなくという藤山根のポッドキャストに出たのぶほとがボーカルを務めてるんですけども、本当泥酔を皆さん露呈してしまったんですが、あのゆるくは僕のイベント何回か出ていただいて、あのマイワールドの2020に出てくれたんだ。だからでも2年前ですね。でだからそこからなんかライブやってほしいなと思ったけど、なかなかやる機会なくて、あのバンドメンバーに東京在住じゃない人もいて、宮城かな、宮城に住んでる人とかいて、なんかそこなかなかできる環境もなくて、サブスクで、ね、楽曲の配信とかしていて、なんかどうにかなんかライブやってくれないかなと思ったら、去年土田ズというあのトラスカのエピソード20に出てくれたカラスくんがドラムを務めるバンドのイベントに、出ていて、あ、久々にライブ見れたと思って、そのライブがすごい良かったんで、なんかまたやんない、また誘っていいみたいなことを言ったら、あ、全然誘ってよっていう感じで今回誘わせてもらいましたね。で、僕のでイベントに出てくれた時も、その知らずのイベント出た時もトップバッターだったんです。それをなんか毎回トップなんだよねって、まあ酒の場でも仲いいんで、その酒の場でちょっとぼやきみたいなことで言われたんで、じゃあ今回トップバッターにするのを避けようと思って、今回この真ん中のポジションにしました。で本当にね、なんかより成長というか、あの洗練さが増していて良かったですよ。一番こうなんかなんだろう、男の子バンドみたいな、なんかあのライブハウスにいるウェイ系、あのやから系のバンドですね。やからってね、ミーさんが使っちゃったんで言いましたけど、なんかそれも含めてなんかバンドマンみたいな感じで僕は大好きで、はい。新曲もねやってくれたけど、新曲がすごい好きな曲だったし、本当にイベント呼べてよかったなって思いましたね。ありがとうございました。で次が活絵的深夜音楽時間にゲストボーカル林玲奈。これはね本当に僕がちょっとリクエストをしてしまったとこなんですけど、あの勝恵ちゃんね、あのこの間出てもらいましたね、トラスカにもエピソード55ですね、出てもらって、で林玲奈はトラスカに出てもらってますけど、僕のはもう世界一好きなシンガーさんだし、人としても好きだしっていう人なんですけど、まあ勝恵ちゃんが林玲奈さん好きって言ってくれて、林玲奈さんも勝恵ちゃん好きって言って、トランポリンでは林玲奈さんの50歳のバースデーライブをやってくれた時に、玲奈さんの指名で勝恵ちゃん呼びたいって言ってて、でそこでコラボをしてくれてて、なんか玲奈さんがじゃあ今度勝恵ちゃんの歌を歌いたいんだよねっていうのを言ってくれて、じゃあそれなんか僕のイベントでやってもらっていいですかっていうのを当時言ってて、でまあトランポリンでまたやるんじゃなくて、活絵的深夜音楽時間というバンド編成をね組んでて、そのドラムの里中とベースのももさんで、僕はこの2人も昔から知っていて大好きな2人で、この2人の演奏の林玲奈さんを見たいなっていうのは僕はちょっと思惑としてあって、でまあ勝恵ちゃんの歌を玲奈さんが歌うっていうのも見たいし、じゃあちょっとライブハウス借りるんでそれでやってくださいっていう、なんか結構こっちはこれは完全にリクエストとしてあのお願いをしました。で勝恵的新音楽時間も久々にお呼びできたんですけど、なんかね、あの勝恵ちゃんの進化が止まらなくて、それこそあの勝恵ちゃんがゲストの回の時にあの流したあの勝恵ちゃん作詞作曲のロイ君の、カポブラのロイ君のすれ違う街という歌をセルフカバーしてくれたり、勝恵ちゃんの代表曲ですね、二人で朝までビヨンセをというのをオリジナルとは全然違うボッサ版みたいな感じでやってくれたりして、うわめちゃめちゃかっこいいじゃんと思って、で僕当日までその林玲奈さんと勝恵ちゃんも玲奈さんの歌を歌いたいっていうので、おのおのカバーし合いましょうっていうので、何をやるか全然当日まで僕も楽しみにして聞かなかったんですけど、そう玲奈さんが歌った勝恵ちゃんの歌が思い出の街とよりを取り戻せですね、僕があの勝恵ちゃんの歌で好きな歌であの進めた歌なんですけど、
それをリハでやった時に、うわーこれやるんだみたいな、かっこよと思って、で勝恵ちゃんはそれこそ僕がもう世界一好きと公言しているレイナさんが所属しているバンドミミズクズの愛しい人をやったんですけど、それのねなんかアレンジが、なんか愛しい人ってそれこそ藤井天音だったり、あの阿比古めぐみだったりがカバーしてくれたことがあって、でもなんかみんなそのリスペクトがあるからこそオリジナルの感じを崩してないんですね。で勝恵ちゃんの愛しい人は本当になんかオリジナルを崩してるというか、もう全然違うアレンジしてるのがすごくて、僕はもう本当リハで痺れてしまって、わかっこいい感じにしてくれてると思って、なんか感動しちゃって、リハで、でレイナさんが歌う夜を取り戻せ、思い出の街はリハでやってなくていいんですけど、夜を取り戻せも、あの冒頭が即やりして帰るって歌詞始まりなんですけど、レイナさんがそれ歌ってると思って、まあレイナさんの歌そういう歌多いんですけど、なんかこれなんかリップでいただいてハッとしたんですよ、そのイベント終わりで。多分未だにトラスカも聞いてくれたり、あの熊絵師という、あの熊の絵を描いたりして DJ とかもでも活動して、ゆうくんが感想で聞いてくれたんですけど、あれだけかっちりとしたリズム体の上で歌うレイナさんというのも個人的にはなかなか貴重な体験だったというのを書いてくれて、確かにレイナさん自由なので、まあ、そこも好きなんですけど、そのなんか確かにそのリズム体が本当に何だろう、レイナさんに合わせるじゃなくて、活演という世界観にレイナさんが入ってこいっていう感じだったので、なんかそれを見るのがすごく貴重で、でそれに乗っかるもうさすがのレイナさんだったので、なんか僕もねやってくださいよって言ったけど、本番どうなのか正直なんか見えてないところがあったんですけど、こんな良くなるんだって思って、なんかすごいリハから感動しちゃいましたね。そう、この日ね結構セルフカバー祭りみたいなところがあって、まあ勝恵ちゃんがロイ君に提供したすれ違う街だったり、まあさっきの仏滅13が藤山根がね、あんまりこめぐみに提供した奪捨てもトップで歌ってくれたんですけど、それもめっちゃ良くて、なんかまた狂気が増してて、なんかあそういうことするんだいいじゃんと思って、なんかやっぱ自分のイベントでそうなんかすごい突拍子もないこととか尖ったことしてくるの僕はもう大好きなんで、めっちゃそれも嬉しかったですね。だからもう本当活躍的深夜音楽史が本当に素晴らしかったです。ももさんがね良かった、ベースとアップライトベースを交互にやるみたいな感じだったんですけど、アップライトベースを弾くももさんを見て、僕はもう昔から仲良くさせてもらった時をちょっと思い出して、なんかそれも含めてちょっと泣きそうになっちゃいましたね。結果泣かなかったような、あの日は。うん、泣いてない、大丈夫。はい、そんな感じで楽しかったです。そして活躍的深夜音楽時間、ドラムを叩いてた里中が所属しているもう一個のオーバーザサンズリバーというユニットですね。里中と村上の二人ですね。その二人でやるのにトリを任せました。もう結構ね、結構今回来てくれたお客さん大変だったと思うんですよ。音楽も結構ガンガンだし、ちょっと耳も疲れちゃったりとか、なんかちょっとそれはね申し訳なさもあるんですけど、なんか。いろいろ考えたけど、今回はもうちょっと尖ったことやりたいなと思って、そういう編成にしたので、なんか、それも含めて、疲れたけど楽しかったみたいになってくれたらいいなとは思ってて、で、まあ、そういう流れの後のオーバーザサンズリバー、オーバーザサンズリバーはその中ではだいぶ、まろやかっていうと違うかもしれないけど、明るく終われるなと思って、だったんですよ。ただ、その活躍的深夜音楽時間の最後の曲が愛しい人だったんで、なんか本当にイベントが終わったみたいな流れになっちゃって、楽屋でね、そのオーバーザスンズリーバーの村上くんが、あ、なんかいいイベントでしたね、お疲れ様でした、みたいな感じになるくらい、なんかイベントが閉まった感じがしちゃって、いやいや、まだあなたたちが閉めるからねって言ったけど、結果ね、1曲目にオーバーザスンズリーバーのテーマという、もう代表曲があって、それをやりだしたらもう本当イベントが始まったみたいな空気だって、そこからまたスタートするみたいな感じになって、それはそれでなんか面白いなと思って、
でもう本当に見事にオーバーザーサーズリバーの空気感を作ってなんか終わらせてくれましたね。アンコールもしてくれて、僕はオーバーザーサーズリバー大好きなんで、あの好きな歌も多かったし、また久々にねすごいライブを見れたので、オーバーザーサーズリバーのライブを見るのも多分 4,5 年ぶりだったんじゃないかな。なんかあの本当にね成長してくれてるんですよ、ありがたいことに。でこの日は本当にお客さんもすごく盛り上げてくれてる感じで、僕はね今回本当に自分がね出番がなかったっていうのも、まあ基本的にあの最近は出しゃばりたくないんですけど、ウクレレを始めたことによって、それこそマイワールド2回直近のやつってあの出る予定がなかったけど出演者のキャンセルがあってアピコめぐみちゃんに急遽頼んだから、じゃあこの曲やりたいからトラちゃんウクレレ弾いてねみたいなのが続いちゃったんで、あなんかこのイベントはな結構もっとしれっとやりたかったんだけど、あのまあでも結果頼んでる人にじゃあ弾いてよって言われたら弾くしかないかみたいな感じでね、なんかなかなかまだレベルもままならない状態なので、そこはもうちょっと修行しなければって思う反省もありつつだったんですけど、今回は本当に自分が一主催者として徹底でれたので、それはもうすごい楽しかったですね。だから自分が今回あの一番気合い入れたのはあの転換、あのライブとライブの間に準備中にかける BGM を全部自分が決めて、それはなんかせっかくだし直前のライブをやってくれた出演者の曲で僕が好きな歌をかけるとか、そういう流れにしてて、それを決めるのは楽しくて、ただのあのね、ゆるくから活躍的深夜音楽時間の流れの時に、あの結構転換に時間がかかっちゃって、で、僕あの当日まで出演者のセットリスト知らないので、で、ゆるく終わりで活躍ちゃんの直前に、あの、カツエちゃんの曲が変わりそうになっちゃった。その、もう自分が用意していた曲数をオーバーしちゃって、あの次のカツエちゃん終わりの曲が変わりそうになったんですけど、なんかよりによって僕が選んだカツエちゃんの歌が、カツエちゃんのライブの1曲目の僕のような人っていう歌ですごい大好きになったんですけど、だからそれが変わりそうになっちゃって、あの、いきなり、そのライブの1曲目の曲がかかって、それがフェードアウトして、その曲が流れるのってちょっとダサいなと思って、どうしようと思ったら、それをさせてくれた PA さん、音響の方が、あの、次の曲書きたくないんですねっていうので、あ、じゃあ、その、もう一回ループしますよって言って、その、ゆるくの曲に戻してくれたりして、もうめちゃめちゃありがたいファインプレイをしていただいて、なんかそれも含めて、なんかその日、超いい空気感で、めっちゃありがたかったです、本当に。助かりました。最後だけちょっと僕でしゃばってステージ上がって最後挨拶したんですけど、その時も言ったんですけど、まあね、その直近2回のマイワールドというイベントはあの出演キャンセルがあったし、その出演キャンセルしたのが林玲奈と仏滅13ということで、今回その2組が出てくれたことによって、ここ数年のマイワールドというイベントを自分の中では完結できたなっていうのがあったのと、まああの久々にあの主催に徹して、まあ写真とかをね、結構撮るタイミングが多かったんで、それを撮ってる時に、あ、そうだ、その本来僕は自分が好きな人をイベントによって自分が写真撮って、あ、なんか好きな人をまとめて撮れる日ができたらやったね、みたいな、結構そういうノリでイベントを始めたんだっていうのを、久々になんかちゃんと思い出せたのが、すごく、なんか、嬉しくて、本当この日は本当嬉しいという妙理につきましたね。あのお客さんもたくさん来ていただいて、あの高円寺のショーボートというライブハウスでイベントをね、2年前から始めて、でショーボートでやったイベントの中では最多の集客を皆さんのお借りしてもらって、それもなんかライブハウス、そのライブハウス大好きなので、それもちょっと恩返し的なことができたのかなって思うし、なんかそういう意味でもすごく楽しかったです。本当に遠方から来ていただいたねお客さんもいたりして、なんかなんか本当に良かったなって思います。なんかイベントをねずっとやってきて、こういう気持ちで終われる日か毎回ではないので、なんかすごくシンプルに楽しいイベントを、僕が楽しいイベントができました。それが
出演者の皆さんだったりお客さんもそうであったら嬉しいし、いや結構もう大きい音多くて大変だったよっていう人もいると思うんですけど、ただそれも含めてなんかそういう日もあっていいよねっていう日になってくれたら嬉しいし、まあ何より出演者の皆さんがなんかこの日に意味を感じてくれたのであれば、僕はなんかね、自分が音楽やってない身としてずっとイベントやってるということへの冥利に尽きるかなとは思ってますし、本当に僕はこの日は本当大手を振って自信があるおすすめしたいメンバーを読めたイベントだったので、それを来ていただいた方に感じ取ってもらえたなら本当に嬉しく思います。本当にありがとうございました。今年ね、もうちょっとライブイベントやりたいんですけど、今のところね、日程とかも特に決めてなくて、なんかね、いろんな楽しそうなイベントもたくさん決まっているので、なんか、日程被りたくないっていうのもあるんですけど、なんか、そういうのもね、なんか、コロナが終わった嬉しい悲鳴だなっていうのを思っていて、なんか、いいですよね。そんな感じで、すごいね、これ、多分10分くらいで終わる配信の予定だったんですけど、めっちゃ長くなっちゃった。すいません。もしかしたら来たかったけど来れなかったって人も、多分聞いてくれたら、なんか、こういうイベントだったんだと思ってもらえたら嬉しいし、また僕はイベント続けていきますので、なんか、こういう熱量なんだって思ってくれて、じゃあ今度は行ってやろうかなみたいな感じで思ってくれたら本当に嬉しく思っていますし、トラスカ、このトラスカやらトラスやらのなんかのところで、イベント決まったら絶対告知しますので、これからも楽しみにしてもらえる人がいたら本当に嬉しく思っております。それでは、トライロインジアスエピソード 57.5 以上になります。最後まで聞いていただいた皆さんありがとうございました。また聞いてもらえたら嬉しいです。サラサティ、シューサーごめん使っちゃった。